2号艇で登場の松本克也選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。今節はもう早い段階からそこそこの仕上がりということですけども、まあ、改めてどうですか現状は。そうですね、うん、バランスが取れて、うん、で、まあ、僕の好きな乗り心地とか行き足がいいんで、うん、悪くないと思います。だからもう今日もたっぷり時間あるんですけどもね、なんか調整なんかお考えですか。そうですね、ある程度はもう調整のいいとこに入ってると思うんで、もうなるべく日中なんかは特に暑くなったりするんで、うん、まあ、あんまりいらんことをしないように、はい、ちょっと我慢しようと思ってます、うん、直前で乗ってで確かめてという作業ですね。そうですね、はい、分かりました、スタートなんですけどどうですか地元とはいえ。そうですね、地元なんですけど、うん、今節はすごいスタートが難しいんですけど、うん、まあ追い風と向かい風で、まあ、どっちもある程度は勘はつかめたと思います。はい、分かりました。2号艇ということでね、まあ、おそらく2コースになると思うんですけども、どういうレースになりそうですか。まあ、そうですね、もう刺すかまくるかどっちかしかないんですけど、うんうん、まあ、迷わずにどちらかに行けるように、うん、はい、分かりました。それで最後にもう一言ファンの方に意気込みよろしくお願いします。はい、一生懸命頑張ってビールいただけたら嬉しいです。応援お願いします。